10番議員の質問を許します。10番議員、はい、まあ、ただいまそれぞれご答弁をいただきましたので順を追って再質問をしたいと思います。まず市の都市構造と生活拠点につきましては、やはり北部地域の拠点整備はやはり市全体の活性化につなげるためにもとても重要だという認識を持っておられるということがしっかり理解をできました。で塩尻市の将来展望を見ていくときにですね、人口の動向を捉えた上で進むべき方向性を定めていくことが重要になります。そこで、現在ある潜在能力はや強みを生かすことこそが本市の活力や暮らしやすさを生み出すことにつながります。これは常に、市長が政治姿勢としてまた信念として、常々発信しておられることであります。私もそのように承知をしております。塩尻市の都市機能として、大切な役割を果たすべく都市北部地域はその強みや潜在能力をまだ十分に発揮がされていないのが現状だというふうに感じております。その理由の一つにはやはり拠点としての機能が十分に果たされていないこと、またそこに住む方のニーズにしっかりと応えられる状況ではないこと、そしてこれはその地域の暮らしや魅力をまだ実感ができていないということにもつながります。このことはとても残念だというふうに実感をしておりますので、今後しっかりとこれから体制を整えていく必要があると思います。そこで、まず支所機能の充実を図るための窓口業務についてお聞きをしたいと思います。平成26年度分の支所での証明書の発行状況、有料の分ですけれども調べてみました。エンパークを含む市内の9カ所の支所のうちですね、広岡、吉田、片岡の3カ所分では、支所全体の 66.7% の利用状況でありました。このことは、人口が集中しているということだけでなく、支所が広岡駅に近いということから交通の利便性がいいということも考えられると思います。しかし広岡地域に住んでいる住民の生活、サラリーマンや働く世代が多いというこの地域の特徴からしましても、開館営業時間ですね、これがやはり住んでいる方の生活時間と合わないので、実際には不便だということが感じており、また延長を望まれる声が出ているのが状況であります。そしてもう一点、手続きの内容ですけれども、特に転勤など多い地域でありますので、転勤とか移動の際、支所の窓口業務では、転入の手続きはできますが、お子さんのいる場合は児童手当の手続きですとか、また入園または転校の手続きは本庁に出向いていただいて、2度手続きをしていただくような状況になっております。このようなことについても今後は、利便性を図る上でも検討をしていただく必要があるのではないかというふうに思っていますが、この点はいかがでしょうか。はい、市民生活事業部長。はい、今山口議員おっしゃったように、現在、窓口業務として、住民票、戸籍、あるいは他の各種証明書の発行、全市で大体年間8万3000件、ある中で、8市所で扱っているのは約2万件、約4分の1を扱っております。でその中の約4割の8000件を広岡署で取り扱っているということは、私ども十分よく承知しております。ただ今回 の北部拠点の整備に伴いまして、今ご提案がありましたような広岡署の営業日あるいは営業時間の拡大、それから業務内容につきましては、まだこの新しい施設の性格だとか機能といったものが明らかになっておりませんので、そういった要因が明らかになってくるに伴い、必要があれば、検討していきたいと現在考えております。はい、議長。10番議員、は
やはり住民生活、豊かな生活を支えるという意味ではやはりサービス性、利便性をしっかり今後検討をしていただきたいと思います。でもう一点ですね、複合施設として広岡図書館、広岡文館の移転が要望されております。先ほどもご答弁でもありましたが、本市の図書館は課題解決型、特にビジネス支援に力を入れていると思いますが、この方針に変更はないでしょうか。またさまざまな分野の情報、ビジネス関連の資料や雑誌を提供していただいておりますが、そのような状況で図書館利用者の状況、来館者の状況ですとか年齢構成などに、どのような変化が見られたのか、その点、お聞きしたいと思います。市民交流センター長。奥部拠点に関してという意味では先ほどの通りですね、全体が見えてこないとなかなか申しづらいところございますけれど、図書館の運営方針としまして、今おっしゃっていただいたように、課題解決があった図書館、地域や人々の生活に役立つ図書館づくりという言い方をしておりますが、その方針を一番大きな柱に、抱えているということはその通りでございます。新しい園パークに大きな拠点できまして、明らかに一般の皆さんの利用、ビジネスマン含めてですね、施設の形の上でもありますが、増えているということは、実感しております。特に文館の運営にあたりましては、各地区のですね、特色を踏まえてさらに、そこに見合った運営をしていくことになろうかというふうに考えております。はい、10番議員。現在の園パークの中にある図書館の状況を見ますと、やはり、サラリーマン世代だけに限らず、今までの図書館に比べますと年齢構成も幅広く大勢の方が実際に、訪れたり利用しているというような状況はやはり言って皆さんご存知の通りかと思います。で、このような塩尻ならではの図書館のノウハウ、または質の高いサービスはやはりサラリーマン世代や若い世代の多いこの広岡の図書館でもしっかりと展開をできるような運営をしていくことで、さらにこの地域の豊かな暮らしや交流人口の拡大が見込まれるようなことを感じております。でこのようなことからも、地域や商店街の活性化につなげていきたいというような期待がございます。またもう一点ですね、子どもたちの立場からしますと、現在の園パークの図書館は学校の通学区によって一人で行ってもいい、一人でも行けるという地域、学校が限られておりますので、そういった面からしましても北部地域の子どもさんでもやはりそういった質の高いサービスや図書館が利用できるように、この点につきましては十分検討をしていただきたいというふうに思います。でこの計画ですね、私たち地元でも議論をしていく中で、平成30年度末に、新設施設、新しい施設がオープンするというふうに伺っておりますが、今後の具体的なスケジュールはどのようになっていますか、お聞きします。建設事業部長。ですね、本年度は先ほど言いました建築構想、主要施設を決めて建築構想を作るという業務をやっておりますし、現在建物調査、用地の測量等を行っております。で、28年度には基本設計に入りたいと思っております。29年度建物の環境は実施設計の方に入りますし、現地でいくつか保証をしなければいけない物件がございますので、物件移転の保証をして用地の契約等もしていきたいと、そういうことで権利者の方には出ていく方もおられますので、そういう方は移転をしていただくというのが29年度でございます。で、30年度に今の市を解体するようになると思いますけども、解体して同時に建築工事に着手して、30年度いっぱいくらいで完成したいという、そういう見通しでございます。10番議員。ただいま細かなスケジュールお聞きいたしました。それで一点、気になる点、財源につきましてどのようにお考えかということで、先ほど永井議員のご答弁では、体育館、新体育館を建設する場合
ですと合併特例債が使われるということのようでありますが、そういった場合、広岡の複合施設の整備の財源はどのようにお考えか、現状考えている状況をお聞きしたいと思います。建設事業部長。ですね、交付金事業というので国の交付金が一部入る入れたいなという形で考えております。それから記載の関係は、合併特例債もできましたら入れていきたいと思っておりますし、それ以外もし不足分があれば他の記載でやっていくと、あと一部一般財源も当然入ってくるという形で考えております。ちょっと全体のまだボリュームがまだはっきりしておりませんので、その辺の積み上げ等はまだできてしっかりはできておりませんけれども、今のところはそういうような見込みでおります。10番議員。ですね、この広岡地域北部拠点という意味で非常に地域の皆様からな大きな期待がございます。広岡地区地域づくり振興会からは市の方に要望書が出されていると思いますが、内容を見ますと北部子育て支援センターの移転、そしてまた健康や福祉分野の充実した複合施設が要望書として提出されていますので、ぜひ都市機能の充実を図れるような対策を望みたいと思います。そして北部地域としての価値や魅力が生かされ、それは地域だけでなく塩尻市全体の活性化と発展につなげていけるよう今後に期待をいたします。それでは、次の地域活性化プラットフォーム事業の構築につきましてお聞きいたします。地域計画につきまして、各地域では課題を抽出し、地域づくりのための計画を作成していくということであります。そしてこの作業は、現在の支所の職員がコーディネーター役となり、進めていくというようなご答弁をいただきました。それで地域活動を見てみますと、各種団体の役員の方、そしてまたは、区の役員の方、または区には加入されていない住民の方がいらっしゃいますが、その事業の対象となる方々はどういった方を想定されているのかお聞きします。市民生活事業部長。目的が地域の活性化ですので、地域にお住まいの方全員を対象にしております。その手段としまして、各種団体、学校、企業、NPO 法人等、いろんな代表の方に、それぞれ知恵を出し合っていただいて、計画作りを進めていくというような形で進めていきたいと思います。計画作りの過程で、やはり地域住民の方のご理解をいただかなければいけないということが前提になりますので、説明会等を開きまして、周知を図っていくというようなスケジュールで考えております。10番議員。地域全体の課題をまず皆さんで出していただき、その課題を解決するための事業計画を今年度、これからですね、あと後半今年度立てていくということで、なかなか地域の皆さんのこの事業の趣旨とか目的とかを理解していただいた上でこういった作業を行うことになるわけで、先ほど、フォーマットなどを用意して、理解を進めたいということですが、なかなか、市内10地区ある中で、人口構成も違ったり、高齢化の地域もあれば働く世代が集中している地域もあれば、なかなかそれがスムーズにいくにはなかなか難しいんじゃないかというふうに思います。市町長さんが一生懸命取り組んだとしても、やはりこれは地域住民の方のやはり意識といいますか、その自覚をしっかり持っていただいた上で、やっていくことが重要かと思います。その点はいかがお考えでしょうか。市民生活事業部長。以前ですね、地域のあり方あるいは市町のあり方、検討会というものがありまして、それぞれ地域の課題等を拾い上げた時期がございます。議員さんもご承知だと思うんですけれども、今回全く白紙から始めるのではなくて、
それらをもとに一応私どもと所長が原案を作りまして、それは今現在の各地域の団体等の代表の方にお示しして肉付けをしていただくというようなことで進めていきたいと考えております。10番議員。